そしてありがとうございました。ください、こんな素敵な時間を僕たちにプレゼントしてくれたのも伊沢が頑張ってくれたおかげで、18年間アメリカの歴史が伊沢の歴史で、伊沢の歴史がアメリカの新潟アメリカの新潟の歴史だと思います。I don't know.